ちらテーブル番号記載ございます。はい、あとウェルカムドリンクの会場をご案内させていただきます。こちらの方でウェルカムドリンクの方はい、ありがとうございます。何じゃあシャンパンで。シャンパン、はい。ありがとうございます。BMW のゴルフ大会前夜祭始まりました。ちょっとブルーの顔ブルーでなんかやばいですけど。乾杯。さあ、BM のザ・セブン新型、まだベールに包まれてますね。これのオープンが楽しみですね。あ、これセダン。これセダンか。完全にセダンやな、これ。ザ・セブン。50カ国で1000大会を超え、10万人以上が参加いたしました。それでは開演にあたり、本大会の主催者でございます BMW 株式会社代表取締役社長クリスチャン・ピートマンよりご挨拶を申し上げます。 Mr. Piedman, would you please take the stage?皆様、こんばんは。Let me explain. Golf plays a very key and central role for us here in Japan, which is why we have doubled down on our commitment, and this year we have taken on the prestige of a title sponsorship of the BMW JGTC Mori Cup Championship. I very much do hope that many, many of you were able to participate and join us.At this wonderful event that we had in summer of this year. はい。これは何や。オマールエビとオマールエビとホタテ貝、長芋のセルクル仕立て。美味しそう。いやー。美味しい。めちゃくちゃうまい。BMW Japan プロダクトマネジメントで7シリーズを担当してございます。小田氏でございます。今日は BMW ラグジュアリーの新たな歴史の扉を開く新型 BMW 7シリーズザ・セブンを皆様にご紹介することができて本当に嬉しく思います。このザ・セブンは単に7シリーズの7回目のモデルチェンジではありません。 BMW の誇る美しい車作りへのこだわり、走りへの飽くなき情熱、
そして最新のテクノロジーをどこよりも早くお客様価値として実現する確かな技術力、その全てがこの一台になっています。今日この時間は私からそれぞれのハイライトについてご説明をしたいと思います。まずはスタイリングです。皆様前方の車のヘッドライト周りにご注目ください。 BMW の象徴ともいうべきヒドリーグリルは今回アイコニックグローの光の輪に包まれています。その上面、こちらも BMW 伝統の2つの環状構造のモチーフを繰り返すツインサーキュラーは、美しいスワロフスキー製のクリスタルガラスともにデイタイムランニングライトとしてレイアウトされています。そしてその下のエプロン部分、こちらも BMW 伝統の片側2灯4灯ヘッドライトが輝きます。つまりツインサーキュラーダブルライト、 BMW の伝統をしっかりと踏まえながらも他のどの車にも似ていない路上で圧倒的な存在感を示す全く新しい BMW ラグジュアリーフェイスが完成しました。そしてプロポーションです。オーセンティックなラグジュアリーセダンの品格、その9割はプロポーションにあると言っても過言ではありません。今回ザ・セブンはあえてボディのバリエーションを持たず、この伸びやかなボディにキャビンが最も美しく映えるピラーバランスにこだわってデザインをされています。そのシーピラーのにはこちらも BMW 伝統のホフマイスターキンクの衣装が格式あるラグジュアリーセダンにもエレガントなイメージをもたらしています。今回はこの伸びやかでエレガントなスタイリングをさらに強調するために、こちらの車にあるようなツートーン塗装もご用意してございます。さてインテリアです。ご覧いただけますように大型のディスプレイのような最新のデバイスを採用しながらもよりモダンで洗練された内装に仕上げています。インストゥルメントパネルのセンターを貫く大型のアンビエントバーはドライビングモードはもちろん、室内の皆様の気分に合わせてさまざまに地帯を変え室内を彩ります。シートはこちらも BMW 伝統の最高品質メリノレザーシートを標準装備としながらも、今回新たな試みとしてより肌当たりの柔らかなカシミアールとのコンビネーションシートをご用意してございます。このカシミアールとメリノレザーシートとのコンビネーションシートは今日展示しておりますこの2つの車にも搭載してございます。さて、そして BMW といえば何といっても走りです。このザ・セブンには3つのパワートレインをご用意しております。まずは BMW ラグジュアリーセダンとしては初となるオールエレクトリック電気自動車の i7 です。前後にモーターを搭載し、そのシステムトータル出力は 400W、 100kWh を超える大容量のバッテリーを搭載しておりまして、その航続距離は日本仕様で 650km になります。そしてこの車の一つの大きなトピックは前後の重量配分が50対50で等しいということです。実は現代の電気自動車にとって一番の弱点は車が重いということ。バッテリーだけで約 500kg の重量を搭載します。これを従来のガソリン車のガソリンタンクのように前後に偏って配置してしまった場合、モーターの持つ滑らかで静かで力強い走り、その走りを自在に操ることはできません。我々 BMW は世界中のどのブランドよりも早く2013年革新的な電気自動車コンセプト
BMW i を呼び取り、世界のどのブランドよりも最も理想的な電気自動車エンジニアに対する深い知見を持っています。その知見を遺憾なく発揮し、この i7 には全く新たな時代のラグジュアリーエレクトリックドライビングの姿があります。もう電気自動車は環境性能で選ぶ時代ではありません。電気自動車の未来がもたらす新しい駆け抜ける喜びの理想がここにあります。さて、その一方でもちろん BMW 伝統の直列6気筒エンジン、こちらを搭載した 740i も大きく進化をしております。最高出力は 280kW に向上し、 48V マイルドハイブリッドシステムとすることで燃費もさらに向上しております。またこちらも BMW の誇る高効率ディーゼルエンジン、こちらに路面状況や天候によらず安定した走りを実現する四輪駆動技術 X-Drive を組み合わせた 740D X-Drive もご用意してございます。ビジネスやプライベートで長距離のドライブをされる方にはこちらもおすすめのモデルになります。さて、最後に新規装備です。このザ・セブンには本当に多くの新規装備があり、とてもこの時間ではご紹介できないので、2つだけご紹介をさせてください。まずは量産自動車世界初となる後席左右を貫く31インチ 8K パノラマスクリーンです。 Amazon Fire TV を標準搭載しておりまして、最新の動画コンテンツや音楽を楽しめます。高性能なオーディオシステムと相まって、それはまさに車の中にプライベートシアターを持つ、今までのラグジュアリーセダンでは成し得なかった全く新しいドライビング体験が実現しました。そしてその後席でくつろいでいただく VIP の方に向けたエグゼクティブラウンジシート、今回ご覧いただけますように座面ともも裏面との継ぎ目をなくし、後席のお客様がよりリラックスした姿勢で長距離をご利用いただけます。このようにザ・セブンは BMW の誇る美しい車作りへのこだわり、走りへの飽くなき情熱、そして最新のテクノロジーをどこよりも早くお客様価値として具現化する確かな技術力、そのすべてがこの時代になっています。真のドライビングの豊かさを知る、この不確かな時代に前を向いて進む、皆様にとって最高の時代になっているのと自負しております。今日この後の時間、ぜひ皆様の目でお手に触れて、我々の自信作ザ・セブン、どうぞご確認いただければと思います。それではこの時間の私の説明を以上にしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。どうぞ参加していただきまして、我々のザ・セブン、どうぞご覧になってください。ありがとうございます。さあ、それでは今回のお話をございました通り、ご存知様、お話をご覧になってください。ありがとうや。生きているから出会えた人、そのすべてにありがとう。ありがとう。